みんな大好き日産 GTR でございます。いやもう迫力満点ですよね。エンブレムだけ欲しいなという感じもしますが、これ何もするんやったかな。あ、1200万すんの？そんなするんや。あ、でも1400万、お、2400万、あ、そっか、 GTR ニスもね、さっき外で見たのは2400万したんですね。一番安いのでも、1000万か、1000万切ってないやな。あれ、なんか昔もうちょっと出始めの頃ね、なんか700万ぐらいだったと思いますが、気のせいかな。車は1277万です。ちょっと内装撮ってみましょう。あ、これね、あ、こういうドアノブか、ちょっと使いづらそう。レカロシートですね。結構専用開発されたやつかな。ちょっと、あー、すごいお尻が入らない、お尻入らない。ちょっとお邪魔します。あ、すごい、こんな感じです。光り輝いております。やっぱこの辺ね、あのデジタルではないんですが、すごいやっぱ走りそうだなと。このカーボン調のパネルがいいと思いますね。で、ナビね、ナビ、この辺はやっぱね、あのそんなに今の最新のね、アリアとかに比べるとまあ普通だなと思うんですが、そんなことよりもこのパフォーマンスですよね。車自体が持ってるポテンシャル、この乗った瞬間こうちょっとワクワク感が止まらないですね。こんな感じか。これオートマはね、あ、なんかピッて言った。へー、これ動かせるんかな。エンジンオンできるんかな。あれ、電気がつきました。車内が明るくなりましたよ。あ、一応後ろもね、後ろも一応乗れるのね。真ん中に坊主の大きいスピーカーがあります。4人乗りでございます。みんな憧れるね、 GTR。 ちょっとこれハザード焚いてみよっかな。こんな感じに光るんですね。へー、わー、大きいお目目、お目目大きいね。ここが光るんやな。結構ね、このライトね、奥行きがすごいあるんですよね。手のひら1枚2枚3枚ぐらいの大きいヘッドライトです。あ、すごい、やっぱ GTR スカイラインといえばこの丸目ですよね。はあ、かっこよろしい、かっこよろしいよ。おとなしめなんですね、このリアウィング。これカーボン。で、これね、エキゾースト4本出しの。こうパイプ系は、外回りは大きいんですけど、中はね、ちょっと小さめになってますが、いやー、すごいわ。この辺がかっこいい。こういうのがかっこいい。で、これが、今ね、横に置いてあった、もう一つの GTR。これは1400万するんや。570馬力の637ニュートンか。637ってすごいよな。これはすごいぞ。あ、なんかこの匠のナンバープレートがついてます。これなんか手作りしてるんですかね。黄色いキャリパーですよ。カーボンではないか。ニスモのホイールがついてます。ではこちら1400万の方、これちょっとシートね、だいぶ、あ、こんな感じか。こんなむき出しのエンジンが、中華すごいな。やっぱこの技術持ってるってすごいですよね、日産は。この両サイドからエキゾースト、うわ、すごい、6気筒エンジン、これね、V 型のね。
あこういう構造になってるのか。これ結構鏡面仕上げ、これ実際はどうなんですかね。これ鏡面なんかな。でこれ四駆なんでフロントを回しながらシャフトがキューッとね、あカーボンシャフトなん、こんなんやで、ね、カーボン。でこういうところでも軽量化ねしてるんですね。でリアに回りながら、わーかっちょええな。こんな感じでね、斜め、結構斜めについてますね。はー、GTR の中から撮影させていただいております。骨組みを撮影しております。でこれ実際こんなキラキラしてないと思うんですけど、はい、というわけで、みんな大好き日産 GTR でした。ジャリー、おー。